カシュプはポーランドで建造された警備艦、コルベットである。艦名はポーランドの地方名にちなむ。カシュプという名称を持つポーランド海軍の艦艇としては三代目となる。由来となった地方名や民族名、言語名がカシュブ、カシューブと表記されることから、この艦についても同様の表記を用いることは間違いではない。しかししば,しば見られるカスズブという表記は、 ポーランド語表記をローマ字読みしただけの完全な誤りである。1975年、ポーランド海軍技術部は、ソ連の1124号計画型小型対戦艦を元に、初めての近代的外洋型艦船となる620号計画型警備艦を立案した。しかし、情報の不足から計画の完成作業は遅れ、1979年に、 なって、ようやく計画がまとまった。しかし、今度は造船所の設備を整えるのに手間取り、気候は1984年6月9日まで遅れた。その620型警備艦の一番艦として、計画されたのがカシュプであった。そのため、620型警備艦は、カシュプ級の艦級名でも呼ばれるようになった。カシュプは1984年6月9日に、グダニスクの ベステル・プラッテの英雄記念北造船所で、寄港、1985年12月8日に、浸水、1987年3月15日に、竣工した。ポーランドでは1950年代より、コルベットクラスの数多くの艦艇を計画してきたが、その中で唯一実現したのが620型、警備艦であった。しかし、620号計画は、 当初4隻の建造が予定されていたにもかかわらず、結局はカシュプ1隻の建造で終了し、その後海軍では1988年にソ連から対戦ミサイル駆逐艦ワルシャワを購入した。カシュプの使用任務となったのは敵潜水艦の探知と撃滅であった。単独、または部隊での運用が前提とされ、対戦障害機やヘリコプターとの共同作戦での 運用能力も付与された。また、カシュプは、輸送艦や揚陸艦の艦隊護衛任務にも使用できた。カシュプは、バルト海や北海の気候下での運用が可能で、ある程度の砕氷能力を有していた。冷戦の終結後、カシュプは、ヨーロッパの国家ポーランドの保有する最大の水上戦闘艦艇として、西ヨーロッパ諸国との共同演習に積極的に投入されてきた。 また、親善訪問も他国にわたった。2005年には、ポーランドの北大西洋条約機構参加に伴い、NATO 艦隊の中での共同活動のための NATO 規格化と近代化改修作業が実施された。また、NATO 参加に関連し、ポーランドでは620型の発展型となるフリゲートの建造計画を立案した620通合計画と呼ばれたこのプランでは、 7隻の建造と2002年度の一番艦の浸水が予定された。しかし、資金不足により計画はすべて中止となった。結局、2001年に発注された621型、コレベット7隻がこれを補うこととなった。621型は、ガブロン級とも呼ばれ、ドイツで設計されたメコ型フリゲートのシリーズの一つである。これは、 ポーランドにとっては660型ミサイル艇に続くドイツ製艦艇となった。しかし、これも建造中の一隻を除きキャンセルされた。カシュプには一通りの武装が取り揃えられた。対水上用、対空用には両用砲 AK-176M1 機が搭載された。防空ミサイルには1124型の搭載した QK33M。 オサあ M より簡単な休憩 32M、シチュシャワー 2M が選択された。ただし、発射機は4連装のものが2機と、1124型の連装発射機1機という内容より向上されていた。これを補助する対空機関砲として、陸上用対空砲として多用された、図 -23 から2の関西型図 -23 から 2M、ブルベル1が搭載された。 対戦水管用兵器としては、対戦ロケット弾の12連装発射機部マイナス6000、シミエルチ2が2機、対戦魚雷を発射できる 533mm、連装魚雷発射艦 DTA-53 から620が2機搭載された。部マイナス6000対戦ロケット発射機を使用するカシュップ、また、カシュップには、対戦装備の根幹として、 高性能の水中音響探知機が2機搭載された。基本部となる MG-322T と可変追跡装置 MG-329M は共に高周波と中周波での探索が可能であった。レーダーは水上、対空監視レーダーの MR-302 と水上レーダーのブリッジマスター S-252。 ナビゲーションレーダーのブリッジマスター S-341 が搭載された。ブリッジマスター製レーダーは1990年代に行われた近代化回収作業の際に取り付けられた。電子戦装備としては電波妨害用に電波レーザー警戒装置、オーロー、可動式電波疑慢子発射装置10機、固定式電波疑慢子発射装置9機からなるパッシブ妨害装置、 ヤシュチュションプを装備した。機関は国産のディーゼルエンジンが搭載されたが、元となった1124型に搭載されていたカスタービンエンジンより能力が劣ったこともあり、最大速力は1124型の 34KN より大幅に劣った。また、航続距離でも及ばなかった。カシュプのシルエット、ありがとうございます。